皆さんお待たせいたしました。それでは、Kubernetes クラスターの自動管理システムの作り方と題しまして、サイボーズの池添が発表させていただきます。まず簡単に自己紹介ですね。私、池添明弘と申します。で、2016年にサイボーズに入社して、運用本部に所属しています。まあ、運用本部所属なんですが、実はあんまり運用に関わってなくてですね、基本的には開発者、ソフトウェアの開発者をやっております。で、先日、このみんなのドッカー、Kubernetes っていう本が発売されたんですが、まあ、こちらに今日発表する内容に関する記事なんかも、寄稿させていただいております。よろしければ、お手に取ってみてください。はい。で、今日の発表内容なんですが、まずは Kubernetes クラスターの自動管理システムを作りましたという話を中心にしていきたいと思います。で、まあ、その中でどういうふうに構築や運用を自動化していく仕組みを作ったのか、まあ、仕組みの話であるとか、まあ、ボルトを使った、秘密情報の管理方法であるとか、まあ、Kubernetes クラスターを高解像にする、まあ、それを実現する仕組みについて、発表していきたいと思います。で、一つ申し訳ないんですけど、概要の方にクライアント Go の使い方を解説しますっていう話を書いていたと思うんですが、今回はちょっとそこは割愛させていただきます。で、今ちょうど裏で、ルーム B で発表しているところで、まあ、その Kubernetes のリソースをうまく扱う方法を解説されているようなので、まあ、そのあたり興味ある方は、ルーム B の資料とか動画を後で見ていただくといいかなと思います。まあ、私もちょっと参加したかったんですが、はい、ということで、発表を始めていきたいと思います。で、Kubernetes クラスターの管理システムの、説明をする前に、まず我々がサイボーズで今実施している、まあ、インフラ刷新プロジェクト、まあ、NECO っていうプロジェクトなんですけど、まあ、これについて簡単に説明していきたいと思います。で、インフラ刷新プロジェクト NECO ってなんだっていうところなんですが、まあ、このプロジェクトではクラウドネイティブ技術、まあ、Kubernetes であるとか、まあ、Prometheus であるとか、いろんな、クラウドネイティブ技術があると思うんですが、まあ、そういった技術を使って、サイボーズのインフラを刷新するプロジェクト、これをやっています。で、今、自社データセンターに1000台ぐらいサーバーがあるんですが、まあ、その上に Kubernetes クラスターを構築していこうとしています。で、まあ、パブリッククラウドまあ、多くの方々が AWS とか GCP とかチュールを使っていると思うんですが、まあ、そういったパブリッククラウドにも負けないようなインフラを作っていけたらいいなと、まあ、そこを目指して頑張っています。で、2018年の1月から、プロジェクトを開始して、もうそろそろ、運用開始できそうかなというところまで来ています。はい。で、じゃあ最高のインフラってなんだっていうところなんですが、まあ、高可用性があり信頼性も高くて、性能も出て、まあ、セキュアで、それでいてパブリッククラウドを使うよりも安くできると、まあ、こういったところを目指してやっています。で、開発者にとっては非常に使いやすくて柔軟なアプリケーションを構築できると、まあ、そういった環境を提供したいと考えていますし、一方で運用者にとっては、面倒な手作業とかトイルみたいな手動によるオペレーションをできるだけ減らして、いろんなものを自動化して、まあ、運用の負担を減らしていきたいと、まあ、そういう目論見でやっております。もう本当に全然妥協する気はなく、最高のインフラを目指しています。はい。で、ざっくりと構成を紹介すると、まあ、この左、すいません、左下ですね。この左下のところに管理サーバーっていうサーバーがあるんですが、まあ、ここの上に、今日紹介する Kubernetes クラスターの管理システムであるとか、サーバーのプロビジョニングとか、まあ、そういったものを管理する、ツールたちが動いています。で、このサーバーが、こちらにある仙台規模のサーバーですね。このサーバーに、OS をインストールしたりとか、まあ、必要なソフトウェアをインストールしたりとか、まあ、いわゆるプロビジョニングと呼ばれるような、操作を行います。
で、サーバーのセットアップができたら、次はこの上で動いている Kubernetes 管理システムの、Kubernetes クラスターの管理システムが、Kubernetes クラスターを構築します。でさらには、この Kubernetes クラスターの上に、ロードバランサーであるとか、モニタリングであるとか、まあ、MySQL とか Elasticsearch みたいなもの、いわゆるこれをマネージドサービス的な形で構築して、開発者の人たちに使ってもらおうとしています。でさらにはですね、このインフラ全体がこう継続的デリバリーが行われるような仕組みになっていまして、新しい OS であるとか新しい Kubernetes がリリースされましたと、そうしたらこの管理サーバーの方でそれを検知して自動的に OS をアップデートしたりとか、Kubernetes をアップデートしたりとか、まあ、そういったことができるような仕組みを構築しています。はい。で、まあ、この Kubernetes クラスターを構築する話を今日したいと思うんですが、まあ、実際クラスターを構築しようと思うといろんな課題があります。まあ、例えばサーバーが1000台あるので、まあ、ここに手作業でKubernetes クラスターを構築するっていうのは、まあ、実現現実的ではありません。なので、サーバーの構築であるとか、まあ、運用であるとか、まあ、そういったところも自動化したいと。で、まあ、仙台もサーバーがあるともうサーバーが故障するっていうのが日常茶飯事なんですね。なので、まあ、サーバーが故障しても、そのサーバーを入れ替えるところを自動化したい、まあ、そういう希望もあります。まあ、あとは、Kubernetes クラスターの、高可用性も実現したいですし、まあ、あと秘密データ、まあ、Kubernetes で管理する、シークレットリソースであるとか、まあ、SSH するときの鍵であるとか、各ソフトウェアに配布する証明書の秘密鍵であるとか、まあ、秘密データってたくさん Kubernetes クラスターで扱うんですが、まあ、それをうまく管理する仕組みも、まあうまくやりたいなと、まあ、こういった課題があります。なので、この課題を解決すべく、我々はこの管理ツールっていうものを自作しました。でこの管理ツールなんですが、CKE という名前で開発しております。で CKE なんですが、サイボーズコンテナエンジンですね。K なのにコンテナなのはどういうことかっていうところなんですが、そこはちょっとお察しくださいというところなんですが、まあ、この CKE が Kubernetes クラスターの構築と運用を自動化するツールです。で、ソースコードは GitHub の方で公開しております。で、まあ、特徴としては、まあ、Kubernetes クラスターの構築だけじゃなくて、まあ、運用まで自動化してしまうツールだというところです。であとは、皆さんによく聞かれると思うんですけど、デクララティブコンフィギュレーション、まあ、宣言的な設定を扱う、仕組みになっております。で、バックエンドにはエトセディとボルトを利用しています。で Go 言語で開発されています。開発しています。でこのツールなんですがまあもちろん、我々もこのツールを作る前に既存のツールが使えないかっていうのを調査しました。でいろいろツール調査したんですが、Kubernetes クラスターを構築するっていうツールは非常にたくさんあるんですね。まあ、ただ運用を自動化してしまおうっていうツールがあまりなくてですねで、まあ、その中でも一番こう我々が採用する可能性がありそうだなと思ったのがこのランチャーの RKE っていうツールですねで、Kubernetes is everywhere というコンセプトのもとに、まあ、いろんな環境に Kubernetes クラスターを簡単に構築できるようなツールになっています。で、このツールもデクララティブコンフィギュレーションの考えを取り入れていて、で、Kubernetes クラスターの構築であるとか、バージョンアップであるとか、まあ、ノードの増減、まあ、そういったものを自動化できるように、考えられています。でさらには、イングレスコントローラーであるとか、まあ、CNI プラグインであるとか、まあ、DNS であるとか、まあ、そういったところもアドオンでいろいろ追加できるようになっていたり、まあ、標準で使えるものもたくさん用意されていて、まあ、かなり使いやすい良いツールではありました。なんですが、まあ、機能をいろいろ比較してみると、
まあ我々の用途には少し足りない部分がありました。ですね。まあ、RKE 非常に素晴らしいツールだと思ったんですが、一部要件にマッチしませんでした。で、どのあたりでマッチしなかったかというと、まず一つがこのランチャーの方でサポートしているコンテナーランタイムは Docker のみなんですね。ただ我々はコンテナーで使いたいなと思って、まあ、Docker って実はコンテナーレジストリのミラーを設定するところで、まあ、あまり柔軟な設定ができないという問題があったり、まあ、ログのローテーションを Kubernetes 側から制御できないという問題があったり、まあ、我々が使うのにちょっと困るなというところで、まあ、このあたりは我々の CKE では任意の CRI ランタイムをサポートするようにしました。まあ、あとは秘密情報の管理ですね。このあたりも RKE だと秘密情報をファイルに書き出して保存するような形式だったんですが、我々はもうちょっとこうちゃんとアクセス権とかを考えて管理したいなというところが必要だったので、まあ、ボルトを利用した仕組みを導入しました。はい。まあ、一方で、RKE の方は Kubernetes Everywhere というコンセプトを掲げているので、本当にいろんな環境にインストールできるという強みはあります。で、Kubernetes のバージョンも任意のものが選べたりとか、コンテナイメージも任意のものと差し替えたりすることができます。ただ我々の CKE の方はこのあたりバージョンが固定されていたりするので、まあ、この辺の柔軟性という面では、まあ、RKE の方が優れているかなというところですね。まあ、こんな感じで一部要件がマッチしなかったというところと、まあ、あとは我々自身で Kubernetes クラスターの管理ツールを自作することで、まあ、Kubernetes クラスターの運用ノウハウを貯めたかった、まあ、そういう狙いもありました。まあ、こういうところから、CKE というツールを、開発することになりました。で、次に、CKE の基本動作について説明します。で、まあCKE というのは、まあ、先ほど説明したようにこの管理サーバーの上で動いています。で、管理サーバーの上で CKE のプロセスが動いていて、まあ、バックエンドにボルトとエトセDを使っていますと。で、この CKE から Kubernetes クラスターを構築するためのサーバーですね、このサーバーに接続して、まあ、このサーバー上に、マスターノードであるとかワーカーノードであるとか、まあ、Kubernetes のノードを構築していくという基本構成になっております。じゃあ具体的にどうやって構築するかっていうところなんですが、まあ、基本は SSH ですね。我々サーバーにこの CoreOS っていうのを使っています。まあ、CoreOS っていうのは、コンテナの実行に特化した OS ですね。まあ、基本的に CoreOS で動くプログラムっていうのは全部コンテナーとして動かすというのが基本原理になっています。で、まあ、CoreOS には Docker が標準で入っているので、まあ、初期セットアップした時点でこの Docker がまあ入っていると。なので、まあ、CKE はこのサーバーに SSH で入って、etcd であるとか、まあ、Kubernetes の必要なプロセス群を全部コンテナーとして起動していきますと。で、さらにはこの Bolt を使って、証明書を発行します。で、この証明書を各プロセスにこう配っていくわけですね。まあ、こんな感じで、Kubernetes クラスターを構築していきます。で、さっきマスターノードとワーカーノードという話が出たんですが、まあ、この構築するサーバーですね、この構築するサーバーにはマスターノードとワーカーノードという2種類のものが、役割があります。で、マスターノードっていうのは、まあ、Kubernetes クラスターを管理する役割のノードです。で、我々のクラスターではだいたい5台ですかね、まあ、5台で構築する予定です。で、一方ワーカーノードっていうのは、アプリケーションコンテナが実行される、ノードで役割のノードですね。で、マスターノード以外は基本的に全部ワーカーノードとして構築します。で、我々のクラスターだとだいたい1000台規模になってきます。で、このマスターノードとワーカーノードで
動かすコンテナが結構違っていて、まあ、マスターノードの方にはこの Kube API サーバーとか Kube コントロールマネージャーとか Kube スケジューラーとかそういったものが動いています。でワーカーノードの方は基本ワーカーノードの方は Kube プロキシとか Kube レッドとか、まあ、こういったものだけで構築する形になっています。はい。で、SSH でサーバーに入って、構築するだけじゃなくて、まあ、Kubernetes クラスターが構築できたら、その次に、Kubernetes クラスターを動かすために必要最低限な、いろんなポットを動かしたりとか、設定を登録したりとか、そういったことが必要になります。なので、ここで CKE は、Kubernetes のクライアント Go を使って Kubernetes と接続して、まあ、いろんなポットをこうデプロイしていったりします。まあ、CoreDNS とか、まあ、CNI プラグインですとか、まあ、あとは RBAC の設定とか、ポリシーとか。まあこれがないとアプリケーションを動かすことすらできないので、まあ、まず最初に登録しなければなりません。なのでこういったリソース群も、CKE の管理対象になっています。はい。まあ以上が、CKE の基本的な、仕組みになっています。で、ここでも一つに問題になってくるのが、まあ、マスターノードをどうやって冗長化するかというところですね。で、まあここら辺はノウハウがたくさんあるんですが、まず一つはエトセディですね。エトセディ、これは複数のメンバーを使ってクラスターを構築する必要がありますと。で、Kube API サーバーは、複数台立てて、まあ、全員をアクティブな状態で動かします。で、複数台に対してそのリクエストをロードバランスするような、動かし方をしますと。で、Kube スケジューラーとか Kube コントローラーマネージャーは、まあ、これは複数台動かすんですけど、まあ、アクティブに動くのは1台だけでいい。ということで、リーダーエレクションをして、まあ、1つだけのプロセスが処理を実行するような、設定を行っています。で、まあ、この辺のクラスターを構築するとか、リーダーエレクションをするっていうのは、本当に、まあ、普通にセットアップするだけなので、特に問題はないんですが、このロードバランスするというところが1つ課題になってきます。まあ、どういうことかというと、まあ、こういうふうに API サーバーがこう冗長化されていますと。で、例えば Kubernetes からこの API サーバーにアクセスするときに、まあ、こういうロードバランサーが必要になってきますと。ただ、我々そのオンプレ環境に、Kubernetes クラスターを構築しているので、まあ、そのパブリッククラウドが提供してくれているような高可用性のあるロードバランサーってないんですね。なのでここを用意するのが結構大変だと。まあここら辺に課題があります。ということで、我々はその軽量な TCP リバースプロキシーっていうものを、作りました。まあリバースプロキシーにかけてリバースっていうダジャレなんですが、このリバースっていう TCP プロキシーを各ノード上にこう配置しますと。で、Kubernetes から API サーバーにアクセスしたいなと思ったら、このローカルホスト指定でこのリバースを指すんですね。で、まあ、リバースを指しておけば、あとはいい感じにこうロードバランスしてくれるっていう仕組みになります。で、CKE は、この差し先の API サーバーが変わったりしたら、このリバースの設定を変更して、差し先を変えることができます。まあ、こうすることで、API サーバーが、まあ例えばこの1台が故障して別のサーバーが API サーバーになったとしても、この Kubernetes の方は特に差し先とかを変えなくてもいい感じにもう差し先が自動的に変わるというような仕組みになっています。はい。あとこのリバースの使い道としてもう一つありまして、エトセディにちょっと不具合がありまして、このクライアントからエトセディこう複数台指定できるんですね、接続先を。で、接続先複数指定できるんですが、まあ、この先頭のノードが故障してしまうと、なぜかこっちの他のサーバーにつなぎ直してくれることをしてくれなくてですね、まあ、接続失敗してしまうっていう問題があるんですね。まあ、こういうイシューが立ってるんですけど。
まあ、こういう問題がありますと。でそこもこのリバースを、セディ用にリバースを配置することで、まあ、クライアントからローカルホストを指定すると。で、まあ、接続先はこ う, うまくロードバランスすると。で、まあ、もしここでエラーが発生しても次のセディのメンバーに接続することで、まあ、クライアントからは問題なくつながると。まあ、こういう問題回避もできるという、リバースを使った、メリットがありますと。まあ、こういういろいろな取り組みをして、Kubernetes クラスターの、高可用性を実現しています。はい、次に、構築の自動化はここまで話してきた通りなんですが、次は運用の自動化ですね。で、Kubernetes クラスターを運用しているといろんなオペレーションが必要になってきます。まあ、例えばクラスターの設定をちょっと変更したいと。まあ、ちょっと変更するだけなんですけど、実際には仙台のサーバーがいるので、まあ、仙台全部1個ずつ手で直していくっていうのは現実的じゃないです。まあ、この辺も自動化したいですと。まあ、あとはエラーで何かソフトウェアが落ちてしまったと。まあ、そういったプロセスを立ち上げ直すような、自動化の処理も必要ですと。まあ、あとは、さっきも言ったんですが、まあ、仙台のサーバーがあるとよく故障が発生します。でその故障したサーバーを一旦修理に出して、修復したいというオペレーションもあります。まあ、あとは、まあ、我々の環境だとサーバー5年ぐらい使うと新しいものに置き換えていくんですね。なので古くなったサーバーを退役させて、まあ、新しいサーバーを入れると。まあ、そういったところもなるべくこう自動化したい。まあ、あとは、OS とかソフトウェアのバージョンアップですね。まあ、これもできるだけバージョンアップ自動化したいと。で、まあ、こういういろんなオペレーションを、まあ我々としてはこう理想の状態を宣言しておいたら、もうあとは CKE の方でよしなりやってほしいと、まあ、そういう思いで、作っています。でここで出てくるのがデクララティブコンフィギュレーションですね。まあKubernetes の文脈でよく出てくる言葉なので皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、期待するクラスターの状態を宣言しておきます。で、CKE はその理想の状態を確認して、現在のクラスターの状態を取得してきて、まあ、理想の状態と現在の状態の差分を見つけます。でその差分を埋めるためのオペレーションですね。これを実施して自律的に実施して、理想の状態に近づくような操作をしますと。でこれをずっとぐるぐる繰り返すわけですね。でまあこれがうまく回ると、運用者は何もしなくても、良くなります。はい、でこの期待する状態を宣言するっていうところなんですが、まあ、どういう形で宣言するかっていうと、まあ、YAML ですね。まあ、Kubernetes では標準的に使われている YAML 形式で、宣言します。で、まあ、こんな感じで Nodes っていうフィールドがあるんですけど、ここに Kubernetes クラスターを構築するノードの設定を記述します。まあ、このノード1はコントロールプレーンであると。で、ノード2はコントロールプレーンじゃない、ワーカーノードですね。で、ノード3もワーカーノードだと。まあ、こういったノードの、指定をして、まあ、あとは、クベレットに渡すオプションであるとか、まあ、クベ API サーバーに渡すオプションですね。まあ、こういったものも、設定することができますと。まあ、こんな感じで、クラスターの、構成を宣言します。で、こうやって宣言しておくと、まあ、実際この宣言した内容と実際の Kubernetes クラスターの状態を比較しますと。で理想の状態というのはノード3台のノードがきれいに立ち上がっていることですね。ただ実際このノード2のあるプロセスがエラーを起こして落ちていたと、まあ、そうなると、理想の状態と現実の状態に差があるということになります。なので、CKE はこの差分を見つけてこの差分を直すように、処理を実施します。まあ、こんな感じでエラーが起きても自動的に修復するような仕組みになっています。
はい、もう一つオペレーション例を紹介したいと思います。でこれはサーバーの入れ替えをするときですね。でサーバーの入れ替えをするときはこの最初はノード 1,2,3 でクラスターを構成していましたと。ただこのノード3が古くなってきたので新しいノード4と入れ替えたいっていうふうに考えたとします。まあ、その場合はこの宣言の方をノード3からノード4に書き換えますと。そうすると CKE はこの宣言の内容と実際のクラスターの状態を比較して、まあ、差分があるっていうのを見つけます。なのでこのノード3をクラスターから削除して、ノード4の上に Kubernetes クラスターの、ソフトウェアをセットアップしてこいつを Kubernetes クラスターに追加しますと。でこれで理想の状態と差分がなくなったということになります。まあ、こういうオペレーションを実施します。で、CKE の方ではですね、そのサーバーのプロビジョニングツールと連携して、まあ、この理想の状態もうまく自動的に書き換えるようになっているので、まあ古くなってくると勝手にこうサーバーが入れ替わるような仕組みですね。まあ、そういったものも、自動化しています。はい、さてで、こんな感じでデクララティブコンフィギュレーションで、まあ、自動的にオペレーションを適用するということをやってるんですが、まあ、実際単純にその理想の状態と現実の状態を比較して、その差分を埋めるオペレーションを実施してもうまくいかないケースっていうのがあります。というのも、Kubernetes クラスターっていうのはステートフルなんですね。まあ、状態を持っている、まあ、より具体的に言うとエトセディっていう、まあ、バックエンドのデータベースがあるんで、まあ、そこにいろんな情報を書き込んでいるんですね。なので、まあ、この差分を修正しようとして、まあ、適当に修正しようとしてしまうとその Kubernetes クラスターが動作を停止したりとか、まあ、最悪の場合データを失ってしまうというようなケースも発生します。で実際、どういう場合にそのデータが壊れてしまうか、まあ、一例なんですが、例えばエトセディ3台動かしていましたと。そのうち1台が壊れてしまいました。ただ、エトセディって可用性があるので、まあ、3台のうち1台動いて、あ、1台壊れても、まあ、問題なく動くんですね。ただ CKE がそれを検出して新しいエトセディメンバーを追加しましたと。でこうなった時に、エトセディクラスターの台数が4台なんですね。4台ということは過半数3いないと、クラスターとしては正しく動きません。ただ新しいメンバーはまだデータ同期をしていないので正しいデータを持ったのは2台しかいないんですね。ということで、このクラスターは機能を停止してしまいます。ということでこんな感じで、簡単にこうエトセディメンバーを追加してしまうみたいなことを単純にやってしまうと、まあ、クラスター崩壊が発生してしまったりするので、まあ、ここは非常に CKE では注意して実装しています。なので、まあ、CKE の方針としては可能な限り自動化、自動的な修復を試みるんですが、まあ、機能停止とかデータの損失はできるだけ防ぐべく、動きます。で例えば、まあ、コンポーネントの起動順序を考慮したりとか、まあ、エトセディのメンバー追加、さっきですね、メンバー追加とか削除する場合は必ず関数を保つようにしながらメンバーの増減を行いますと。まあ、あとは、宣言を間違ってしまうと、まあ、例えば管理者が間違った宣言をしてしまったと、まあ、そういった場合にその通りに、適用するとデータがなくなってしまう可能性があるんですね。まあ、そういう場合には、オペレーションを実施しないという判断をしたりします。まあ、こんな感じでデータは必ず守るという方針で、CKE はオペレーションを決定しています。で、まあ、どうしてもオペレーション続行不可の場合には管理者に通知して、まあ、そこは人間がなんとか直すという形になります。はい、で次が、まあ、秘密情報。まあ、Kubernetes だと秘密情報って非常にたくさんあります。例えば SSH の鍵、さっき、ノードに SSH で入って、セットアップすると言ったんですが、まあ、その時の SSH 鍵とか、まあ、あと証明書を発行するんでその CA 証明書の秘密鍵であるとか、
まあ、Kubernetes のシークレットリソースであるとか、まあ、外部サービスにアクセスするためのトークンであるとか、まあ、いろんな秘密情報があります。で、まあ、これを GitHub に登録して管理とかしちゃうと、まあ、インシデントになってしまうわけですね。というわけで我々はこの Bolt、 ハシコープ社の Bolt っていう秘密管理ソフトウェア、これを使っています。で、SSH 鍵を管理したりとか、まあ、証明書発行の役割を使ったりとか、まあ、シークレットリソースの運用か、まあ、こういったところに使っています。はい。で、まあ、Bolt はいろんな、認証方式に対応していてですね、まあ、例えばアプリケーションから認証する場合はこのロール ID とシークレット ID を渡して、トークンをもらって、まあ、そのトークンを使って、秘密情報にアクセスするという形になります。で、このあ、認証されたアプリケーションに対して、まあ、どんなポリシーがあるかっていうのをチェックして、まあ、その情報にアクセスしていいかどうか、まあ、そういったところをチェックするという形になっています。まあ、実際ソースコードで書くと、まあ、こんな感じですね。すごい簡単なんですけど、ログインで、ロール ID とシークレット ID を渡すとトークンがもらえるので、まあ、それをクライアントに渡すと、まあ、こういった形で、ログイン処理を実施することができます。で、次に証明書管理ですね。で、まあ、証明書エトセディとか API サーバーとか各ソフトウェアがいろんな証明書を使います。で、まあ、実際 Kubernetes クラスターを構築するためには、まあ、10種類以上の証明書が出てくるんですが、そこをきちんと管理してあげていますと。で、この Bolt の中に CA 証明書の秘密鍵を登録しておいて、まあ、その鍵を使って証明書を発行していると。で、開発者は、クベコントロールを叩くときって、あのクベコントロールの設定ファイルの中に証明書が埋め込まれているんですが、まあ、その証明書を発行する機能も CKE は持っています。で、このクベコントロールの証明書って結構漏れる可能性、こっちのサーバーの証明書に比べると漏れやすい可能性があるので、まあ、ここは有効期限を非常に短い証明書にしています。で、必要になったら何回もこう発行してもらうという、仕組みにしています。まあ、証明書発行も非常に簡単で、Kubernetes 用の CA 証明書を使って、Kubernetes 用のクライアント証明書を発行してほしいっていうときはこんな感じで、コモンネームはこれでみたいな形で、発行することができます。はい。あとは、シークレットリソースの暗号化ですね。Kubernetes には、エンクリプティングシークレットデータアットレストっていう仕組みがありまして、Kubernetes 上にこうシークレットリソースを作成すると、それをきちんと暗号化して保存してくれる仕組みがあります。で、この暗号化して保存するときにこの鍵をどこに保存するかっていうのが結構問題になってくるんですが、まあ、パブリッククラウドを使う場合はマネージドな KMS キーマネジメントシステムとかを使えばいいんですが、まあ、我々はここに Bolt を使いました。ボルトを使ってこの秘密鍵を保存しておいて、まあ、このデータを暗号化するという、まあ、そういう仕組みにしています。こんな感じで、まあ、ボルトはかなり便利に使っています。はい。あとはクラスター管理システム自身の冗長化ですね。で、さっき紹介したように、Kubernetes クラスターのマスターノードは冗長化しましたと。つまりここは、まあ、ハイアベイラビリティ高可用性があるということになったんですが、一方でこの CKE、 これを単独のプロセスとして動いていると、まあ、ここが単一障害になってしまいますと。なのでここもちゃんと冗長化しておきたいですね。で、まあ、これでこれは我々も冗長化していて、まあ、管理サーバー3台から5台ぐらい用意して、まあ、この上でそれぞれ CKE とエトセディとボルトを動かしています。で、エトセディはこの3台でクラスターを組んで、ボルトはエトセディをこのバックエンドにして動いています。で、CKE は、この3台のうち1台だけが、リーダーとして動いて、まあ、各種オペレーションを実行するっていう仕組みになっています。で、実際その
まあ、リーダイレクションの仕組みとか作ろうと思うと結構難しいんですが、このエトセディが実はエトセディってただのキーバリューストアではなくて、いろんな分散システムを構築するための便利な機能を提供してくれています。でその中にリーダーエレクションというものもあって、まあ、非常に簡単にリーダーエレクションができます。まあ、ざっくりコードを示すと、まあ、最初にエトセディとの接続セッションを作りますと。でニューエレクションというところで、まあ、リーダーエレクションのインスタンスを1個作って、で各ノードから各プロセスからこのキャンペーンというのをやるんですね。で3台のプロセスがキャンペーンを一度にすると、まあ、その中から1プロセスだけが、リーダーとして選ばれて、まあ、ここの処理を続行することができます。まあ、リーダーじゃないプロセスはここでブロックされてしまうか、まあ、エラーが返ってくるかということになるので、まあ、何も処理を続行しませんと。まあ、こんな感じでリーダーエレクションもすごい簡単に作れるようになっていて、まあ、CKE は本当にエトセディ様様という感じでエトセディをかなり有効活用していますと。はい、というわけで、まとめです。はい、で CKE 作ってみてどうだったかというところなんですが、まあ、なんやかんやで、作るのは非常に大変でした。で基本的な機能を作るだけなら 2,3 ヶ月ぐらいでできたと思うんですが、まあ、その後いろんな運用を実際にそのステージング環境で動かしてみて、まあ、いろいろ問題があったり、機能拡張をしたりしていって、まあ、なんやかんやで1年ぐらいかかりました。まあ、ずっと開発してたってわけでもないんですが、まあ、1年ぐらいかけて育ててきた感じですね。まあ、おかげでチームメンバーは Kubernetes にかなり詳しくなりました。で、まあ、自分たちで作ってるので、まあ、クラスターに必要な機能っていうのは、まあ、望むままに追加できる、まあ、こういうメリットは非常に大きかったですね。まあ、スケジューラーエクステンダー追加したりとか、まあ、さっきのエトセディの不具合問題を回避したりとか、まあ、このあたりが非常にやりやすいっていうメリットもありました。で運用の方もまあかなり自動化できて、まあ、コスト削減できそうだなという感じを受けています。一方で、Kubernetes の運用ってやっぱり自前でやろうと思うと非常に大変っていうのは分かりました。で Kubernetes だけじゃなくて、まあ、多くの周辺ソフトウェアを使っているので、まあ、そういったソフトウェアの深い理解がないと運用するのは難しいですし、まあ、あとネットワークとかストレージとか Linux カーネルとか、まあ、そういったところまでちゃんと理解しておかないと、まあ、この辺運用は大変だなという感じを受けました。なので、まあ、普通はマネージドな Kubernetes サービスを利用するのがいいかなと思います。で、まあ、もし自前で運用する場合はまあ、ランチャーとかを使うのがいいかなと。まあ、あとは我々の CKE ももし、興味があれば使ってみてくださいというところですね。はい、であとは CKE の今後ですね。で、1年近く開発してきて、まあ、ほとんど基本的な機能の実装は完了しました。でいよいよこう開発者に使ってもらう段階まで来ています。あとは、実際に運用を始めて、まあ、信頼度を高めていくような、修正をしていくかなと思っています。まあ、あとはですね OSS として公開してるんですが、まあ、ドキュメントとかチュートリアルは実際あんまり、できてないんですね。まあ、なのでこのあたりも整備して、まあ、世の中の人に使ってもらえたらなと思っています。まあ、あとは、サーティファイドクバネテス、あの辺の認証を取ってちゃんとクバネテスに対応したソフトウェアなんだよという認証も取っていけたらなと、まあ、その辺も考えています。はい、最後ですが、この猫プロジェクトの情報なんですが、弊社のブログであるとか、まあ、このスライドであるとか、まあ、ソースコードとか全部猫プロジェクトの成果ってほとんどこうオープンにしてるんですね。なのでよろしければご参考をにしてみてください。というところで発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。